ありがとうございうこんにちはイゼコですそれでは今回なんですけどもという前に本日はですね若干ちょっと撮影環境が違うので猫ちゃんが動かないのと音質が少し違うかもしれないのでそこだけご了承ください。 それでは本日の本題なんですけども iOS15 より ApplePay が16枚まで登録可能に一部枚数が増えない端末もあるかもということで今回は ApplePay についてですねこの動画では ApplePay の上限が増えたということとそれによって今後考えられることなどについてお伝えします是非ですね普段から ApplePay を利用されている方は参考にしていただければなと思いますそれではいってみましょう ま、今回はね、タイトルの通り iOS15 のアップデートがありまして、僕もね、今朝早速アップデートを行いました。で、まだされてない方はね、ぜひバックアップなどを取ってアップデートしていただければと思うんですけども、ま、その中でね、今回のタイトルでもある Apple Pay での登録できる枚数の上限というのがですね、 上上限限がが12 16枚枚まままででででであったたんすすけどもそれが上限16枚まで増えたとといいうことでございます、まあ、少し前ぐらいから噂はされてたんですけどもそれがちょっと本当かどうかっていうのはあやふえだったんですけども今回ね僕もアップデートして検証したので対象の方は16枚ということでございます まとものね、Apple Pay の登録画面なんですけども、ここ見ていただいたらわかるように、12枚に達しましたということで、確か端末によっては、これより少ない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、僕は今現在 iPhone 12を使っておりまして、iPhone 12の場合は12枚まで登録が可能ということでございます。早速ね、今朝アップデートを行いまして、今日平日だったのでそんなに混み合ってなかったので、まい、あ、大体20分もかからないぐらいでアップデートできましたね。で、アップデートできた後の Apple Pay の登録画面なんですけども、まあ、クレジットカード カードの画面より気になったのが、ですねこの交通系 IC のところなんですが、なんとですね、もともと日本のモバイルパスもそれ以外にもモバイル Suica があったんですが、その下見ていたら分かるように、アメリカ合衆国の交通系 IC カードもなんと増えてるんですよね。 正直僕は見たことないのばっかりです。他にもね、こちら下見たりいたらわかるように、香港の交通系 IC とか、中国本土がですね、なんかすごくて、めちゃくちゃ数があるんですよね。もう全然見たことない。中国ってこんなに交通系カードってあるんだなと思って、スマホ決済はね、WeChatPay と確か AliPay がね、かなり主力ではあるということなんですけども、交通系 IC カードがこんなに多いと思いませんでしたね。ちなみにこれだけではなくて、なんと下の方にもね、ちょっと見たことないようなカードがずらりと流れております。ぜひね、視聴者さん 中でこれは有名ですよよととかこれれれはは知ってるよってるいいいいう方がいらっしゃばばコメントいただければと思いますではですででね、今回アップデートが完了した状態で、早速ね、クリストカードを登録してみたいと思うんですけども、まずはこちらの JCB カード W ですね。まあ、これまでね、僕、このカードに関したら、スターバックスでのチャージする時のカードで登録してあったんですけども、もうね <laughs>、こういった発信をしてるとなると、全然ね、枚数が足らなかったので、一旦外してたんですよね。で、早速ね、Apple Pay の登録追加をしまして、このまま続けるをタップして、今回は、 この上の上ね、クレジットカードなどのところをタップして画面を進めるとカードの詳細ということで有効期限とセキュリティコードを入れるとで、次へに進むとあとは利用規約が出てくるのでここで右下の同意するをタップしますそうするとですね、カード追加中ということで名前とかカード番号有効期限セキュリティコードが出た状態であとはクイックペンに登録するか そしてメインカードとして追加するかっていうのが出てくるので、まあ、ここはね、今はしないをタップして、あと Apple Watch の追加しますかって出るので、これは追加しないので、右上の完了タップして、そうするとですね、もともとずらーっと出た Apple Pay の画面の一番下に見ていただいたらわかるように、JCB カード W がちらっと見えるかと思います。これでね、 とととのの上限の12 13枚枚から13枚目として登録がでできたいいうことでございます。正直ですね一般の方からすれば12枚も絶対使わないよっていう方ばっかりだと思うんですけどもやっぱりねこういった発信をしてるとかお得技をいろいろね組み合わせていくとなると 正直僕自身は足らなかったのでちょっと嬉しいですね。そして残りのね14枚目、15枚目、16枚目それぞれねサクッと追加をしましてそうするとバッチリですね上限の16枚に達したということがわかると思います先ほどまでは T マネーアップリペイの T マネーまでは登録していたんですけども JCB カ,カード W と AU ペイのクレジットカードそして Visa プリペイドのキャッシュで そして、aupay プリペイドカード、aupay プリペイドカード、ここまでね、ばっちり追加ができまして、問題なければこのまま OK で進めると。まあ、ここまでが追加の流れではあるんですけども、まあ、本日ですね、ちょっとツイッターをいろいろと見ておりました、検索などかけてですね、中にはなんか枚数が増えなかった方もいらっしゃるみたいで、ちょっとこれも調べてみました。まあ、早速ですね、Apple の公式ページを見に行ったんですけども、検索をかけられるとこんな風に出ております。アプロチリーズ3以降 iPhone8 や iPhone8 Plus 以降では12枚までカードが追加できますとそれ以前のモデルまでは8枚まで追加できますということでこれはねもともと Apple の公式ページにこんな風に記載があったんですけどもまだですね公式ページを見る限りは更新がされてないっぽいんですよねまあおそらくちょっと僕が検索しきれなかったところもあるかもしれないんですがまだこのページを見る限りはそのままの状態っぽいのでちょっとこのページがね更新されれば今後どうなるかどうかっていうのはちょっと気になるところではあります で、この内容を踏まえて、僕の中でですね、まだ気になったので、そこからね、さらにちょっと Twitter を調べておりまして、いろんな検索キーワードを調べたら、 その調べる限り枚数が増えたのはおそらくなんですけども iPhone12 以降の方なのかなというふうに思います例えば iPhone10s であったりとか iPhone10 とか iPhone11 ですかねそこら辺の方々はなんか枚数が増えてないっぽい12枚までみたいなあと iPhone10r ですかねまあそういった感じで枚数が増えてないっぽいんですけども僕はね枚数が増えたのでおそらく iPhone12 以降を使っている方は 枚数が増えていいるのかなという,ふうに思いますですけどもちょっとここは確信を得てないので間違ってたらすいません是非ですねご自身の端末とか OS のバージョンとか枚数とかまあこんな感じでしちゃうっていうふうにコメントいただけると嬉しいですそして今回のですね iOS のアップデート ApplePay が増えたことによって次に考えられるのはやっぱりですねこの7個の ApplePay そして ApplePay の One この2つがですねまあ出てくることによって枚数も増えてきてくれたのかなっていうふうにやっぱり 予想はできますよねこの2つに関したら年内に対応、年内にサービス開始ということで、まあ、明確な日程というのはまだ出てはないんですけども、まあ、以前出た ApplePay であれば、モバイルパスモがあるんですけども、まあ、その時もね、あのマイナーアップデート、いわゆるその 0. いくつ増えるみたいなメジャーアップデートではなくて、マイナーアップデートでモバイルパスモが確か対応したので、まあ、今回の ApplePay の7個、そして今回の ApplePay の1 a o それぞれもマイナーアップデートで登場してくるのかなというふうに思います。まあ、あとはねこの登場してくれた時 のやっっぱりキャンンペーとととかがねちょっと待ちょ待遠しいとこではあるのでそれもね1つ期待したいとこではありますよねではではすね本日お伝えしたアップルペ y の枚数が増えたことによってのまとめなんですけども枚数は12枚から16枚まで増えましたよということですけども対象の方はおそらく iPhone12 以降使ってる方なのかなと思います間違ってたらすいません今後はもうアップルペ y の1そしてアップルペ y の75まあここら辺がね登場してくることを匂わせているようなアップデートかなというふうに勝手に思いました、まあ まあそんなことなこで今回は iOS15 より ApplePay が最大で16枚まで登録できるようになりましたよっていうことについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました正直なところ先ほどもお伝えしたように普通に iPhone とか ApplePay を使ってる方からすればこんなに ApplePay を登録しなくてもいいっていうふうに思ってる方はもうほとんど大半だと思うんですよですけども僕のこの視聴者さんもおそらく ApplePay とかを使いこなしてる方が結構いらっしゃるかと思うんで 僕と同じような気持ちだった方も中にはいらっしゃるかなと信じてます。そういった方ぜひね、グッドボタンいただけると嬉しいです。今後もね、先ほどもお伝えしたモバイル7個、モバイル WAN の、ね、登場もちょっと楽しみにしたいところでもありますし、あとはね、先ほどもお伝えした Apple の公式ページの更新も少し待ちたいなというふうに思っております。で、全然関係ないんですけども、今回ね、 ちょっと撮影環境が違うので音質とか、まあ、猫ちゃんが動いてないというところもあるんですけどももしかするとここ数日間だけこういった音質とかこういったことが起きるかもしれないのでそこだけご了承くださいで今回ね参照させていただいた Apple の公式ページまだ更新はされてないっぽいんですけども概要欄にリンク貼っておきますんで詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました